今年のテーマは構え。さて本日お届けしますのは企業坂物語でございます。坂の先にはそれぞれ目指すものは違えど乗り越す坂は皆同じ、老いも若きも苦楽を共に行こうやないか。どこの坂、どれを選んでも卑怯坂。あらよっと。さあさあ今年も始まりました卑怯の舞。お天道様を味方につけ、エッサホイサの卑怯坂。ラルク遊びは真剣に、人生いろいろしまくら千代子。汗かきベタに華麗に元気にいってみようやないか。皆様手を拝借、心拝借、頑張ります。おい、なんだ坂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 。お客様もご一緒にね、あの何座坂といったらこんな坂と返していただけたらね、掛け合いでちょっと楽しくなるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いします。何座坂、こんな坂言いながら今日という日に感謝して元気いっぱい踊りましょう。幸せは歩いては来ない、歩みを止めずに踊ろうよ。千里の道も一歩から、三歩進んで二歩下がる。明日の明日はまた明日、鳴子鳴らして踊りま